大阪にはうまいもんがいっぱいあるんやで。毎度メタボのおっさんです。いつもながら大阪市北区から今福島区環状線の福島駅の下を通ります。ここ前も言いました通り踏切の上に信号があるので一時停止はしなくていい踏切になっています。でももうちょっと減速しなあかんな。2021年5月28日、この日は南海の潮見橋線の終着駅潮見橋駅で、2016年3月まで現存していた南海沿線観光案内図が新しくリニューアルするということでその様子を見に行ってまいりました。今月から動画の中で目的地に向かうまでのバイクの映像とか割と入れさせていただいたんですけれども、これはもちろん運営が私の方の方針として動画の再生時間を伸ばしたいっていう率直な意見としてあるんですけどね。机の前で私が座って、うんちく垂れるよりも目的地に向かう風景を見ながらいろいろ話した方が、ワクワク感があるかなとは思うんですけど、やっぱり動画再生時間が伸びたことでかなりチャンネル登録、減りました。でもね、減ったり増えたりして今のところ均衡してるんですよ。だからむちゃくちゃ減ってはないので、ちょっとずつこの新しいスタイル慣れてくるっていうのと、応援してくれる人が増えていってくれたらなと思います。新しいことするのっていうのはもう何でもドキドキしますけど、やっぱり、どんどんチャレンジしていかなあかんし、結構ね平均視聴時間が、今まで2分台やったんですけどね、最近5分台に伸びてるので、ええんちゃうかなと私は思うんですけど、長なってめんどくさいなと思ってる方本当にごめんなさいね。でももう私もこういうスタイルで楽しんでいこうかなと思います。そうこう話してるうちに千日前通りまでやってきました。私の乗ってるのは原付一種なので、ここで2段階右折をします。千日前通りを走ると間もなく潮見橋駅が見えてきます。2018年3月の鉄子の駅のイベントで南海沿線観光案内図の潮見橋線じゃない版、あれ難波駅に掲げられてたやつかな、がお披露目されたことがあるんですけれども、今回は2代目の潮見橋駅の南海沿線観光案内図になります。だから常設でこれからも、そこに置かれるということで、今は支線になってますけど、南海高野線の始発駅として、威厳が出てきた、また威厳が出てきたような気がします。そして、南海の潮見橋駅に到着です。南海潮見橋駅は阪神難波線の桜川駅、千日前線の桜川駅と接続しています。南海電鉄の公式ページで、11時にょろと書いてあったんですけど、除幕式みたいなのがあんのかなと思って、もう10時半に行って関係者の方に聞いたら、11時10分の、電車が出てからお披露目するということで、しばらく駅を観察しました。列車は1時間に2本、そして構内には昭和の雰囲気が数多く残っています。ここも昔、忙しかった時の切符売り場なんでしょうね。で、このように石の、切符が出てくるとこ、なんていう名前やろ、正式名称で、駅構内はこんな感じです。今トイレも新しくなって、今南海さんこの駅を、今後活性化していこうといろいろ仕込まれてます。この観光案内図もその一環であります。変かな、これ言うていいよな。そして11時10分の観光案内図がお披露目になる前の最終列車が出発です。
潮見橋線はワンマン運転なので駅員さんが発車の合図を行います。列車が出発するといよいよ作業開始です。ここからしばらくその様子をご覧ください。今のご時世やから、盛大なイベントはできませんけど、コロナがなかったらきっとめでたい電車の課題駅みたいにね、なんか地元の小学生とか来て、おもろいイベントになってたかもしれませんね。ちょっと、残念です。そしていよいよお披露目です。初代よりは右端がちょっと短くなったのかな。それでも、すごい大きさです。圧巻です。これはまた潮見橋の新名所に、なると思います。地図には現代の南海沿線の様子と、列車が描かれています。一部ご紹介します。難波です。スカイオが見えますね。あと道頓堀の、グリコも見えます。堺では阪海電車のトラムが映っています。紀の川橋梁を渡る列車とめでたい電車の幸と海と七が映っています。おなじみのラピートです。ラピートも、もう1994年製やから結構古いんですね。そして和歌山港と徳島を結ぶ、南海のフェリーです。これは愛かな。そして高野花鉄道の天空も描かれています。いろいろ見どころいっぱいなので皆さんもぜひ観光案内図見て楽しんでください。そしてこの観光案内図を描かれた堀さんにお会いすることができました。描かれた堀さんです。あ、堀俊和です。ありがとうございます。すごいですね。あ、ありがとうございます。何ヶ月ぐらいかかったの？そして文字を担当された岡本さんです。今朝日新聞の、インタビューを受けてます。右が、初代、左が今回の2代目です。初代の、観光案内図です。これは、撤去される直前2016年3月の時に撮影したものです。真ん中がこのように、破れていました。初代の観光案内図は、和歌山県全部が写ってました。その理由は、おそらく南海さんが、機動車を持っていて、国鉄と、一緒になって白浜新宮方面まで、走らせてた、急行紀伊国があったからだと思います。その名残は南海本社の、入り口の鉄道模型、歴代の車両のこの、キハ5500系2両がその唯一の名残やと思うんですけど、当時白浜っていうのはやっぱり新婚旅行先であったりとか、あと和歌山方面の海水浴ですね。そんな需要を見込んで直通列車を走らせていたんだと思います。このキハ5500系が 何回何倍駅入ってくるとこ見てみたかったな。そしてこの観光案内図を描かれた堀さんと岡本さんと、記念撮影です。こんな仕事ができるってむっちゃええですよね。なんか羨ましいな。で、この後南海の関係者の方と記念撮影をされてました。いや、ええもん見させていただきました。
南海塩見橋駅周辺のグルメスポットをご紹介したいと思います。グルメスポットというかこの目の前の新桜川ビルをご紹介したいと思います。このビル築50年以上経って空室が目立つ、まあ、いわゆる老朽化したビルだったんですけど、リノベーションに成功して今やおしゃれなビルとしてこの街のランドマーク的存在になっています。また入っている店が全ておしゃれでその一部をご紹介したいと思います。このビルは角地にあるために前から見た時に全体的にこう丸く角が取れている作りになっています。後ろから見た方がそのイメージは顕著です。10年前でこれはちょっとおしゃれですよね。ほんで運築は得意なんですけど建築は苦手なんで、なんか賞取ってはるんで、またこれも興味ある方は見てください。2階の共用部分はこんな感じです。それではこのビルに入っているお店何軒かご紹介したいと思います。まずはリードコーヒーです。リードっていうのはつながるという意味もあって、このエリアでいろんな人がつなげることができたらという思いもあって、名付けられたと聞いています。南海塩見橋線塩見橋駅に来てこの辺、ブラブラしてみたいときはこの店に立ち寄ってコーヒーを飲みながらおすすめスポットを聞くのもいいかと思います。結構親身になっているように教えてくれますよ。ラテアートも素敵で、リクエストを、お伝えしたらそれに、応じて描いてくれます。リードコーヒーの横は大人気のパン屋アンナンナンさんです。人気のクリームパンをはじめパンがいつも午前中に売れると言われてました。最近ちょっと昼行ってもあるかな。また覗いてみてください。そして、もう一軒元祖牛すじカレー桜堂さんです。こちらはお得な日替わりメニューがあって昼650円で、カレーを食べることができます。牛すじカレーが650円で食べれるのは水曜日なので、牛すじカレーを食べたい方は水曜日を狙っていきましょう。でネギのトッピングができまして、ね、ネギとカレーがめっちゃ合うんです。私はいつもネギのトッピングをお願いしています。その他にも2階にも、いつも並んでるランチのお店があったりとか、桜川周辺は美味しいお店もいっぱいありますので、また塩見橋駅にお越しの際は訪れてみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、いいねボタン、コメント等お待ちしております。それでは皆さんまた明日。